使徒の働き第14回ペテロの第二のメッセージその2。使徒の働き三章17節から26節ですから、兄弟たち、私は知っています。あなた方は自分たちの指導者たちと同様に、無知のためにあのような行いをしたのです。しかし、神はすべての預言者たちの口を通して、 キリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち帰りなさい。それは、主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。このイエスは神が昔から、 聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られたあの万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりません。モーセはこう言いました。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。この方があなた方に語ることは皆聞きなさい。その預言者に聞き従わない者は誰でも。 神の中から滅ぼしたやされる。また、サムエルをはじめとして、彼に続いて語ったすべての預言者たちも、今の時について述べました。あなた方は預言者たちの子孫です。また、神がアブラハムに、あなたの子孫によって、地の諸民族は皆祝福を受ける。と言って、あなた方の父祖たちと結ばれたあの契約の子孫です。 神はまずその下辺を立ててあなた方にお使わしになりましたそれはこの方があなた方を祝福して一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなのですはい皆さんおはようございます今日のタイトルをご覧ください「使徒の働き第14回ペテロの第2のメッセージ」 その2後半ですね今日は使徒の働き3章節節から26節ですまあ私はもともと映画を見るのが大好きですけども最近作られる映画に関しては筋を追いかけるのがとてもつらいなと感じることがあります。 昔の映画ですとテンポも割とゆったりですし最初5分か10分見るとだいいたた映画のののストーリーリ流れが分かったものなんです今はそういう分かりやすい映画もありますけれどもなんだか場面の切り替えが早くて登場人物が誰か分かんないうちにパッ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 って言って頭が混乱しててで見終わった後で分かったんだけどこれでよかったのかな という感じを持つ、映画がなんか増えてきたような気がします。そんな感じ持ってる方、私以外にもいます。もしいたらちょっと手を挙げてくれませんか？さあ、私もちょっとホッとするんですけどえもう。もう一度そんな感じ持っとる。ああ、嬉しいな。だいたい半分以上の方が手を挙げてくれました。手を挙げなかった方はどういう方かって2種類います。1つはそういう。 テンポの映画についていける方、すごいシャープな方です。もう一つは全然映画見てない方。<laughs> 見たんだけれども、なんか落ち着かないな、見逃したものがあるような感じがするなという感覚、それは今日のこの箇所と同じです。この箇所は何回読んでも分かっ たような感じがするんだけど全部分かったのかなという不安が残る箇所ですで私たちは聖書はすべて神の言葉だと信じていますですから毎週毎週こんなに熱心に著者が何を伝えようとしているかということを探し当てようとして努力しているわけですねで、正しく 神の言葉を理解するために妨害になる要素がいくつかあります。えー、特に私たちにとって重大な妨害は何かというと思い込みです思思い込み思い込込みみがあると著者がその箇所で伝えようとしていることが十分に伝わってこないいや思い込んで思い込んでるわけですから。 本当の意味が見えないままで自分で解釈してしてままううとというここが起こりますで思い込みを乗り越える重要なポイントは何かというといつも申し上げているように文脈です思い込みを横に置いて文脈でもう一度その意味を判断していくっていうことこれが非常に重要なことです。 私は進学校を出て牧師としてまだ駆け出しの頃あるいは伝道者として伝道メッセージを語り始めた頃このように考えたことがあるんです。人の働きの中に伝道メッセージがいくつか出てくるそれらの伝道メッセージの内容を学び分析しそれを自分も真似をして語れば 立派な電動メッセージになるはずだこれはね、思い込みなんですよ私のでもなんとなく理屈が通っているような感じはしませんだって人の働きに出てくる電動メッセージほど素晴らしい電動メッセージを語る人っていないはずですよだから最高のものをマスターして語ろうと思ったんだけれどもやってみたんですねうまくいかない特に今日の歌詞なんか ななぜうまくいかないのかか、のそれは使徒の働きの中にある伝道メッセージは誰が聞いても分かって良いはずだと思い込んじゃってるわけです。一番の誤解は何かというと今日度々出てくるフレーズですがこれはユダヤ人が誰に向かってユダヤ人に向かって語ってるメッセージであって21世紀の日本人に向かって語ってるんじゃないんです。ですから、 当時のユダヤ人がこのメッセージによって何を理解したのかということを考えない限りはこの箇所は分かったようで分からない箇所で終わってしまいますそういう意味で歴史的文脈及び聖書の中の使徒の働きの文脈そして使徒の働き自身の文脈というのを抑えた上でこの箇所に取り組む必要がありますでは 使徒の働きの中でのこの箇所の文脈というのはどういうものだったのかこれは今まで何を学んできたかということの復習になるわけです教会がペンテコステの日に誕生しました復活し天に昇ったイエス様が父の約束である精霊を使わせてくださったその結果精霊が 信じた人をバプテスマする働きを始められた精霊によっってバプテスマされたた人が教会を形作ったんですですから「精霊によるバプテスマ」っていうのは「教会につながる」という精霊の働きのことを言っているわけですそしてペテロの第1回目のメッセージで何,何人が弟子となりました ?3,000 人が弟子となったつまり「 ここでで教会が誕生したんですそして初代教会の特徴は温かい信者同士の交わりがあったということおよび神に対する威夫の念があったということこの2つが初代教会の特徴だって話をしましたさらにルカは2章の43節でこういう文章を入れています。使徒たちによって多くの不思議と 印が行われたつまり人たちの手によって多くの奇跡が行われたということですその奇跡の一つの例が生まれつき足の不自由な人の癒しでしたで、これは迫害が始まるきっかけとなった奇跡なんですさらにこの奇跡をチャンスと捉えてペテロは第2回目のメッセージを 語ったわけです人々が彼らの周りに集まってきたんですそしてその人たちにペテロがメッセージを語ったこれがペテロの第二の伝道メッセージですで前回はその第二の伝道メッセージの前半を語ったんです前半を学んだわけですペテロはイスラエルの人々という呼びかけでメッセージを開始しました そしてこの男が癒されたのは復活したイエスの力によるものなんだって話を彼はしましたさらにイエスを信じる信仰がこの男を強くしたんだ私たちはイエスが復活したことの目撃者だけどあなた方は見ていないでも今あなた方は見ているそれは復活したイエスの力をあなた方は見てるんだメッセージをしたわけですそして今日は ののメッセージの後半に入りますもう一度繰り返しますがこれはユダヤ人がユダダヤヤ人人がに向けてて語っているメッセージですそしてその内容は旧約聖書を用いたあるいは旧約聖書の予言を前提とした伝道メッセージです。ですからそのことを常に意識しながらこの内容を探っていく必要があります。では今日のアウトラインをご覧ください。 今日は4つの部分に分にけてお話をしたいと思います。1番目「ユダヤ人たちのむち」17から18節。2番目「悔い改めがもたらす3つの祝福」19から21節。3番目「モーセの予言」22から24節。4番目「アブラーム契約の子孫」25から26節ですねこの4つの部分に分けてお話をします。そして、 今日の結論着地点をご覧ください使徒の働き1-6への回答ですこの聖句ご一緒に読みましょうはい。そこで彼らは一緒に集まった時イエスにこう尋ねた主よ今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですかこの段階では弟子たちはまだ千年王国がいつ成就するかは理解していなかったんです 今日のメッセージでは、ペテロはそれに対する答えを持っています。ペテロがいかに変化したかということを確認したいと思います。2番目、どうぞ。ペテロの第2のメッセージの強調点。はい。前回と今回のメッセージの内容を合わせて、ペテロが何を強調しているのかということを確認したいと思います。これは、 私たちの思い込みに対すする挑戦ですね私たちの思い込みを粉砕して本来ペテロの第二のメッセージが伝えようとしていることに立ち返りましょうという呼びかけでもありますねではメッセージのアウトラインに戻ってくださいはい「ユダヤ人たちの無知」1番目2番目「悔い改めがもたらす3つの祝福」3番目「モーセの予言」4番目「 アブラム契約の子孫。はい、この4つはおののバラバラになっているような感じがするでしょうけど実は全部つながっているんです。で今日の内容はとても複雑ですから私が今から1分で今日のメッセージを語ります。この4つのポイントをもとにね。ペテロはユダヤ人たちにこう言ったんです。あなた方は無知のゆえにイエスを引き渡した。 しかし無知で犯した罪はモーセの立法によれば許されるんだ。どうやって許されるか悔い改めればつまりキリストに関する理解を変更したら許されるんだ。そしてその悔い改めが行われたならばあなた方は3つの祝福を得ることになるんだ。あなた方は無知のゆえに行動してるけど 神は知識を持ってて行動しておられる。どうしてかというとモーセの予言の中にすでにあなた方が受ける祝福についてまたメシアの到来について予言がされてるんだだから神はご存知だったんだそしてあなた方は実はアブラム契約の約束を受け取る民なんだ他のどの民よりもまずあなた方が キリストをメシアとして受け入れなければいけない。なのに、どうしてあなた方は不信仰の中にとどまっているのか信じることがアブラム契約の子孫としての当然のあり方ではないかこれで終わりです。これが今日のメッセージなんです。では、行きましょうか。今日はずいぶんしっかりとイントロダクションを語りました。はい、準備いいですか はいじゃあいきましょう今日はペテロの第2回目のメッセージの後半を学びます1番目ユダヤ人たちの無知についてお話をしましょうはい17節ですねはいご一緒にですから兄弟たち私は知っていますあなた方は自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたのです はい、この箇所からペテロの語り口が変化してるんですですから後半に入るよっていうのはそういうことなんですまず最初に出てくる言葉が「ですから」という言葉です「新海約2017」では「ですから」という言葉を修正してますそして何て言ってるか「さて」って言ってます大きな違いです ですから兄弟たち。さて兄弟たち。どっちがいいか。2017が圧倒的にいいです。これは話題を変える時の言葉なんです。しかも最初はペテロはイスラエルの人々って言ってすごくフォーマルな言い方で呼びかけていたが、ここでは何て呼びかけています兄弟たち。だから前回はイエスがメシアである。あなた方は 復活したイエスの力を目撃しているんだよと言った後さて兄弟たちってここから適応に入っていくわけです正式な故障を用いた説明から今度は親密な関係に基づく症例に入っていくわけですこの17節を見てるとペテロの優しさがにじみ出ていますペテロは イスラエルの民がイエスを引き渡したイエスを拒否したのはどういう原因があったからって言ってますか指導者たちと共に民もイエスを拒否し違法人に引き渡したんだけどそれは無知のせいだよね知っててわざとやったんじゃないよね。 でこの「私の民は無知の故に滅びていく」という考え方は旧約聖書の要言の中に脈々と流れている考え方なんです。例えば「ホセア書4章4節6、はい私の民は知識がないので滅ぼされる」「あなたが知識を退けたので私はあなたを退けて私の祭子としない」「あなたは神の教えを忘れたので 私もまたあなたの子らを忘れよう。はい。ホセア書で私の民は知識がないので滅ぼされると語っています。これ代表的な聖句です。ところが私たちにとっての疑問はユダヤ人たちは無知のために本当にイエスを拒否したと言えるんだろうかということですね。彼らはよく知ってたんじゃないか。 例えばイエスは旧約聖書が予言するメシアだって実は知ってたんじゃないかなぜかというとイエスは数々の印を行いご自身がメシアであることを証明されましたしかしユダヤ人たちはイエスが神が受肉した人であるということを認めなかったんですねこれは知ってて拒否したんじゃないかという疑問が湧いてきます ここでのユダヤ人の無知っていうのは彼らには思い込みがあったんですが今日の一つのサブテーマは思い込みですね彼らはメシアが来られたらその方は勝利の王なんだ受難のしもべではない勝利の王として来られるだからイエスの教えやあるいはイエスの行いを見ているととてもイエスがメシアとは思えなかったんです。 もっと言うと彼らはイエスのことをまるで詐欺師のように考えたんです。虚偽を語り人々を惑わすものと考えたわけですね。あるいは悪霊の力を使って悪魔の力を借りて奇跡を行っているものとさえ考えたんです。ですから間違いなくユダヤ人たちの何人かはイエスを殺すことが実は 神への奉仕になると考えたはずです。つまりここに彼らの無知があるんです。で無知で犯した罪は許されます。例えばモーセの律法でノートつけてる方、民数記15章22から31と書いてください。今日は長いですから開きませんが。 ここにはね誤って罪を犯した場合の規定があるんですあるいはイエスご自身が十字架の上でこのように祈っておられますルカの福音書23-34はいご一緒にその時イエスはこう言われた父を彼らをお許しください彼らは何をしているのか自分でわからないのです彼らはくじを引いてイエスの着物を分けたはいイエス様が 自分を殺そうとしている人を見ながら彼らは何をしているのか自分でわからないのです」と祈ってくださいましたあるいはパウロは第一コリント2章の8節でこういうふうに言っています「はい、この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでしたもし誘っていたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう」つまり イエスが旧約聖書を予言しているメシアであるということをしっかりと理解した人はいなかったということですみんな誤解していたんですそれが無知ということですユダヤ人たちは無知のゆえに罪を犯したしかし次の聖句は神は知識を持って行動しておられるということが出てくるんでただユダヤ人の無知と神の知恵 知識等が対比されますそれが18節です、はい。しかし神は、しかしっていうのは今まで言った言葉と反対のことを言ってる。しかし神は、これ重要です。す、は、べ、い、ての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。神は知っておられたんです。神はユダヤ人とは異なり知識を持って行動されました。 キリストの受難は実は預言者たちの口を通して予言されていたんですそして神はキリストを十字架につけることによってその受難の予言を成就されたんですキリストを苦しめたのはユダヤ人たちでしたしかしそのユダヤ人に対してキリストは ご自身を救い主として提示されたんですここに大いなるパラドックスがあるユダヤ人たちはキリストを苦しめたでもそのキリストが彼らにとって救い主となったユダヤ人たちはキリストを通して罪の許しを受けることができるどうすればいいのかそれはキリストに関する理解を変えることですそしてキリストに信頼を表明することです そこで2番目のポイント「悔い改めがもたらす3つの祝福」という言葉が出てくるわけです。悔い改めがもたらす3つの祝福では19節20節をご一緒に読みましょう。そういうわけですからあなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさい。それは主の御前から回復の時が来て あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。はい、この2つの聖句は今日のメッセージの中で最も重要な部分です。でこれは私が冒頭で申し上げたある思い込み前提を持って読んだら何のことか分かりません。ですから前提は全部外して歴史的文脈 ユダヤ人の歴史という文脈神の計画という文脈の中でこれを位置づける必要がありますその時にペテロがユダヤ人に対して二千年前に何を伝えたかったのかというのがはっきり分かってきますここでペテロはあなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさいと言っていますがこれは一回目のメッセージで彼が言った内容と同じなんです実は 使徒の働き2の38を見てください。はい、ご一緒に。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そして、それぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として精霊を受けるでしょう。はい、ここで、悔い改めなさい。そして、罪を許していただくために、うんぬんと続きます。では、元の聖句に戻ってください。 ここでもペテロは悔い改めて神に立ち返りなさいと言ってます悔い改めっていうと私たちが日常を使う言葉の意味と違います私たちの場合は悔い改めるっていうとどういう意味になるでしょうか分かりやすく言うとクリスチャンになる時に「あなた悔い改めなさい分かりました神様私は今まで習慣的に一日に5回嘘をついていました」 悔い改めますゼロにするとはなかなか言えないので1日にアベレージ0.5回にします私は悔い改めましたお許しくださいってこれがね僕らが考える悔い改めという言葉の意味ですよ。それ以外考えられないところがここで言う悔い改めっていうのは何なのかというと理解の変更なんですこれはイエスに関する認識を変えることなんです。 イエスは詐欺師であったと思っていたかもしれないその認識を変えてイエスこそイスラエルの神が使わした救い主であり神が人となられた方でありこの方に信頼するということこれが悔い改めです異邦人の私たちにとっての悔い改めというのは何なのか基本的には意識の変更というところは変わりません。 私たちにとっての悔い改めというのは、神はいない。自分の人生は自分で決めるんだ。死んだら全部終わりだと思い込んでいた、その意識を変更して、天地を作り、私を作った方がおられて、私はその方に背を向けていた。それが罪だった。それを変更して、その方を受け入れよう。 その方が用意された救い主イエス・キリストを信じキリストを通してその方と和解しようと考えることが私たちの悔い改めですその悔い改めは3つの祝福をもたらすんですでここでポイントはまたこのメッセージはユダヤ人に向けてイスラエルの人々に向けて語られてるから彼らが理解している概念が出てこないとおかしいで私たちが もう一つよく理解できない理由は私たちにとってはそういう概念がないからです。教えられない限りはないからです。ですから、ユダヤ人たちがペテロのこのメッセージによって理解した3つの祝福というのは何なのかということをしっかり抑える必要がある。一番目の祝福はこれはすぐにわかる。これは罪の許しです。 誰であっても悔い改めるなら罪を拭い去っていただけるとペテロは言ってるんです。あなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさいと言うんです。悔い改めて神に立ち返ったら罪が拭い去っていただけるということです。これはユダヤ人であっても私たちとも同じです。ですからこの部分は私たちも理解できる部分です。二番目の部分が難しい。 2番目の部分がその次それは「主の見前から回復の時が来て」という言葉です。回復の時ってのの時とは何のことでしょうか。これがポイントです。結論から言うと2番目の祝福は千年王国の到来です。だからペテルはあなた方が神に立ち返ったら結果として主の見前から千年王国の時が来るんだと言ってる 回復の時っていうのを、回復っていう言葉も知っている。のっていう言葉も知っている。時という言葉も知っている。これ全部普通名詞として読めば、回復の時っていうと、なんだろうね、霊的に神様と和解する時っていうふうに読めちゃうよね。でもそんな意味なんでしょうか、これは。そうではない。 薬文の比較を見てください。薬文の比較で、回復の時っていうのは新解薬、新解薬2017がこの言葉を使っています。慰めの時っていうのは、新共同薬、口語薬が使っています。回復という言葉を慰めと訳しているわけです。それから、文語薬も慰めの時、これは難しい二次熟語で、慰安の時と書いて慰めの時と、 表現してますねこれは何て言うかなその千年王国が成就した時の状態を描写している言葉です千年王国が成就した時っていうのは全てのものが回復される千年王国が成就した時はユダヤ人たちは慰めを受ける千年王国が成就した時は彼らは慰安を 経験すするんですだから千年王国が成就した時の状態を描写はしてるんだけどもはいい元の聖句に戻ってくださいしかし「主の御前から回復の時が来て」とていう言葉だけで「千年王国の成就」だというふうに理解できる違法人信者がどれぐらいいるんでしょうか。翻訳者が そのことを本当に理解ししてて翻訳しているかかどうかさえも疑問ですなぜそうなったのかそれはキリスト教がユダヤ的ルーツから外れてしまって初代教会においてペテロが最も重要なテーマとして伝えようとしていることへの理解がもうなくなってしまっているからです。それは冒頭に申し上げた思い込みが正しい聖書解釈を 妨害しているととうことですなぜ回復の時っていうのが千年王国を指していると言えるのかそれはそれに続く言葉からも明らかですそれに続く言葉ですがそれはあなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのでしたありますこれ何のことですかこれ分かりいいでしょ再臨だよだから3番目の祝福はメシアの再臨なんです ですから千年王国の到来とメシアの再臨が連動したものとして語られてるんです。ということはペテロはこう言ってるんです。イエスに関する認識を変えてイエスを信じ神に立ち帰りなさいそうすれば祝福が3つあります1つは罪を拭い去っていただける2つ目はあなた方が信じたことによってメシア的王国が来るんだ。 3番目にそれはメシアの再臨とともにやってくるんだこの3つのことを言ってるわけです。まあ私がね駆け出しの牧師の頃使徒行伝の伝道メッセージを分析して日本人にその通りに語ろうとしてどうもうまくいかないなと思ったのは当たり前だよね。 後半になってパウロが違法人に語っている部分は大いに参考になります。しかしこのあたりは紀元一世紀のユダヤ人に向かって語っていることであってユダヤ人の理解できる言葉でペテロは語っているわけですから私たちには理解できないのは当然のことです。さらに21節はいこのイエスは神が昔から 聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られたあの万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりませんはいここでの万物の改まる時とは何でしょうか万物だからすべての「everything」です万物の改まる時と回復の時とはイコールですよこれ万物の改まる時って何のことですか千年王国のことです ですから万物といい。うののはは霊的ななものだけで,はないでこの聖句は何を語っているかというとこの天に昇ったイエスは千年王国が成就するまでは天にとどまっていなければならないと言っているんです。ちょっと難しい議論に今入りますが23分お許しください。この聖句を根拠に、 観難期後景挙説を主張するってい,いうのは何か景挙っていうのはどういう意味ですか知っている方は言ってください景挙っていうのは教会が天に上げられる誠の信者が天に上げられるそしてそれに続いて7年間の観覧期がやってくるそしてメシアの再臨は観覧期の後に やってくるというそういう理解があるわけですね。でこの聖句はよく見ると千年王国が登場するまではキリストは天にとどまっているんだということはつまりこれを根拠に関難記号顕挙説を主張する人は顕挙と再臨は同じタイミングで起こると思っているわけです。まず軽挙が起こり上り 下に降りてくるこれ頸虚と再ンが同じタイミングで起こる頸虚のことをですから空中再輪と呼ぶ人もいるわけですそれから再ンのことを地上再ンと呼ぶ人もいるわけですだから頸虚と再輪は同じタイミングで起こるそれは大観覧時代の最後に起こるんだつまり教会は大観覧時代を通過するんだだから注意しましょうという考え方ですねしかし その主張に対する反論があります今申し上げたように「敬虚」というのは教会が天に挙げられることですがあのユダヤ人信者も違法人信者もイエス・キリストを信じたら教会の一員です普遍的教会の一員ですからすべて敬虚に預かりますその時にイエスは空中で信者を迎えてくれますそして敬虚はいつでも起こり得ます でこのメッセージはペテロがユダヤ人信者や違法人信者に語ってるんじゃないんです。つまり教会に語ってるんじゃないんです。ペテロはユダヤ人に語ってるんです。ということはユダヤ人たちの救いによって千年王国が出来上がる。そのことと再臨が関係があるんだということを言ってるんです。以降に信仰を持ったたユダヤ人たちは、 再臨の時ににイエスに出会うんですですからこれを根拠に教会は大観難時代を通過するというふうに論じることはできないこれは軽虚の話じゃなくてイエスの再臨と再臨の条件がユダヤ人の救いであるという話をペテロはここでしているわけです少し分かりにくかったかもしれませんがその方は一日で分かる千年王国論 とかあるいはイスラエル論とかこういうセミナーで学んでくださいある程度分かった方は相当学びが積み上がってきてるわけですさあ3番目のポイントですモーセの預言実はこういうことはモーセ自身が予言していたんだということをこれから取り上げます22から23節はい。モーセはこう言いました神である主はあなた方のために 私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになるこの方があなた方に語ることは皆聞きなさいその預言者に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶やされるはいモーセは「私のような一人の預言者」という言葉を使っていますで旧約聖書にはメシアの来臨を預言した預言者がたくさん出てきますが その一つの例として、ここでは、モーセが取り上げられていますで。モーセのこの言葉によればイエスは、モーセのような、預言者なんです。メシアです。モーセは、イエスの到来を預言しイエスは、それを、成就したんです。モーセのような、預言者というのの、英語ではね、コういカうするんですね、A prophet unto Moses、A prophet アンモーセのような預言者どういう意味でモーセのようかというとモーセは神によって建てられた預言者そしてイエスもまた神によって建てられた預言者ですからモーセのような預言者という言葉がメシアを指すという認識はユダヤ人の間には広まっていたわけですイエス様の時代もそうです メシアが来られたらモーセのような預言者であるという認識はもう一般的なんです。だからここでペテロがモーセのことを引用しているわけです。例えば、ヨハネ6の14見てください。はい、ご一緒に。人々はイエスのなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。はい。世に来られるはずっていうのは、ある 預言者をイメージししているわけでしょう誰のことがモーセのような予言者のことですこれ。あるいはヨハネ7-40、はい、この言葉を聞いて群衆のうちのある者はあの方は確かにあの予言者なのだといいあの予言者ってどの予言者ですかあの予言者ってねみんな知ってる話でしょうモーセのような予言者のことです。そしてペテロは モーセを引用して新明紀18-19の,の警告の言葉を引用しています、はい、新明紀18-19、はい、私の名によって彼が告げる私の言葉に聞き従わないものがあれば私が彼に責任を問う、はい、これはだから信じなければならないというペテロのすすめになっているわけですねでここで神が使わせた方を 受け入れ聞き従わないならば責任を問うっていうのはこれはもちろんねあの一般論的に言えば不信仰なものののはは永遠の刑罰を受けるとというこそそれはその通りですですから私たちはこの言葉を常に思い出す必要があるそれはイエス・キリストを信じないままで死んで神の前に立っちゃいけないイエス・キリストを信じないままで死んで神の前に立ったら大変なことになる永遠の滅びが待っている。 このことは動かせない事実です。しかし、ここでは、この文脈では、イエスを拒否した不信仰なユダヤ人は神の訓練を受けるという意味で、これは、紀元70年以降のユダヤ人の世界遺産とそれに続く苦難の歴史を見るとよくわかります。ですから、 モーセが語ったようにモーセのような預言者が現れたときにその方に聞き従わなければ神ご自身がその責任をあなた方に問われるんだだから信じなさい。次24節、はい、またサムエルをはじめとして彼について語った全ての預言者たちも今の時について述べました。 ここはペテロがね何のテーマの話だった回復の時のテーマじゃない。回復の時って何のことだった千年王国でしょだからサムエルをはじめ彼について語った全ての預言者たちもつまりモーセ以外にも全ての預言者たちがある時について預言していたんだと。それは回復の時だよ。だから回復の時が預言されていたことを強調するために 他の預言者にもペテロは言及しているわけです。新解約はこれを今の時と訳しています。新解約2017。新共同約も今の時と訳しています。これを今の時と訳したら、ペテロがこのメッセージを語っている時だということになるじゃない。ところが、口語訳と文語訳はこれをこの時について述べたと語っているんです。 これが正解です。この時について予言しているんだ口語訳と文語訳でこれは千年王国に関しての予言ですから今の時じゃなくてこの時と訳さなければだめですつまりサムエルをはじめとする全ての予言者たちが千年王国について予言していたんだという話なんですだから 悔い改めてイエスを信じ神に立ち返りなさいそうすれば罪を拭っていただけるそれから回復の時イコール千年王国が来るそれをもたらすメシアの再臨が来るんだこれはモーセも全ての預言者も預言していたことなんだその回復の時を予言していたんだというつじつまが合ってくるわけですそしてしっかり覚えておきたいのは地上における文字通りの千年王国 文字通りの御国文字通り1,000年間続くこの御国は辞儀通りに読んだ結果ヘブル的希望であるということがよく分かる異邦人がいつの間にかこれを曖昧にしてこのことをしっかりと理解できない状態になっているしかし千年王国の成就はヘブル的希望ですだからペテロはイエスを信じなさいそしたら神が回復の時 預言者たちを通して預言していた千年王国を来たらしてくださるんだここに私たちユダヤ人の希望があるんださらにこのことはアブラハム契約の内容でもあってあなた方がアブラハム契約の受け手なんだからなぜ信じないのかおかしいじゃないかというのは最後のアブラハム契約の子孫という部分です25節はいあなた方は預言者たちの子孫です また神がアブラハムにあなたの子孫によって地の諸民族は皆祝福を受けると言ってあなた方の人たちと結ばれたあの契約の子孫ですはいイスラエルの民はアブラハム契約の約束と祝福の受け手です彼らは他のどの民族よりもイエスをメシアとして受け入れるべき民族ですしかし 彼らはイエスを拒否したんです。最もイエスを受け入れなければいけない人がイエスを拒否したんです。ここにユダヤ人伝道のパラドックスがあるんです。逆説があるんです。今も同じです。今もイエスを信じる少数の人々はいますが、民族としてはイエスを拒否している。最もイエスに近いはずの人々、最もイエスを信じなければいけないはずの人々が、 不信仰な状態にあるわけです。だから、ペテロはアブラハム契約の子孫である。あなた方こそ、これを信じなければいけない。26節信じる内容は何かはい。神はまずそのしもべを立てて。 あなた方にお使わしになたた。方ににおわししりまこれを信じてくださいって言うんですはいそれはこの方があなた方を祝福して一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなんですこれを信じてくださいというわけですね神は主のしもべイエスをすでに使わせてくださったそのイエスを信じるなら罪は許され邪悪な生活から立ち返ることができると ペテロは彼らに勧めたわけですね。これでね。ペテロの第2回目のメッセージが終わったんです。さあ、このメッセージを聞いて、何人ぐらいの人が信じてどうなったかを皆さん知りたいと思います。知りたいですよね。ねところは今日は時間がないからだからここから結論に入るわけですけど、この続きは来週ですよ。まあ予告しておきます。と5000人が。 応答するんだよねすごいことですさあ今日の結論です2つのポイントがありました一つは使徒の働き1章の6節への回答2つ目が第2のメッセージの強調点この2つを確認しましょう使の働き1章の6節もう一度この成功を読みくださいはいそこで 彼らは一緒に集まった時イエスにこう尋ねた「主よ今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですかはいこれはイエス様は復活し弟子たちの前に40日間現れ神の国について教えたんですまだイエスは天に昇っていないですからまだ精霊は下っていないだからこの段階での弟子たちの理解は まだ幼稚ですですから彼らは「今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか?」と質問したわけですこのイスラエルのために国を再興するというのは、この国っていうのはメシア的王国私たちが今論じている千年王国ですですから第二のメッセージを語っているペテロは 一章の六節の段階では千年王国の成就の時について無知でした。どういう条件があれば千年王国が成就するかということを彼はまだ理解していなかったんです。ところが精霊が下り精霊が彼を導きました。そしてイエス様が教えてくださったことを精霊が思い出させて ペテロを助け、ペテロがそれを理解することができるように導いてくださった。だから、ペテロは今日の第2回目のメッセージで、千年王国の成就に至る道を明確に理解するようになりました。そしてそれをイスラエルのために語っているんです。ちなみに、新約聖書の啓示を受けている私たち、 特に黙示録まで全部教えていただいた私たちにとってはどういう道筋で千年王国が成就するかっていうのは常識でなきゃいけませんだからペテロがここでエキサイトして語ってることは僕らにとっては今常識なんですだから終末論をしっかり学ぶ必要があるし学ぶ人は祝福を受けることができるわけですペテロはこう理解したんですまず、 イスラエルの民の民族的改心があるんだということこれは私たちは大観南時代においてイスラエルの民が最後にメシアを受け入れるということが起こるんだということを理解しています。ペテロが同胞に対してメシアを信じなさいそうしたらこういうことが来るんだよっていうのはイスラエルの民族的改心を彼が前提として語りかけているわけですね。 その民族的改心を経験したイスラエルの民が次にメシアに呼びかけるんです。このことはイエス様がマタイの福音書23章39節で語っておられます。はい。あなた方に告げます。祝福あれ、主の皆によって来られる方にと、あなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。これはイエス様が。 あるる条件が整わないと再臨しないいととししよおっしゃっゃてるんです。どういう条件が整えば再臨があるのかそれはユダヤ人たちが「祝福あれ主の皆によって来られる方に」とイエスに向かって祈った時にイエスの再臨が起こるということです。わかりますかこれが再臨の条件です。 祝福あれ主の皆によって来られる方にってのはこれはもう定型のフレーズなんです。ヘブ,ヘブル語ではねあのバルハバっていう賛美聞いたことありますかあのメシア肉汁たちが歌ってる賛美なんですけどこれは「祝福あれ主の皆によって来られる方に」と歌ってるんです。ですからあるユダヤ人の信者の中ではすでにこの祈りが 捧げ始められている時代ですよ今エヘブル語ではねバルハババシェムアドナイバババルハババシェムアドナイというそれを早く言うとバルハバになるわけバルハババシェムアドナイ主の皆によって来られる方に祝福あれその祈りに応えてメシアが再臨されそして地上に千年王国が成就するんです その時に何が起こるかもイエス様が予告しておられます。マタイ19-28、はい。そこでイエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます。世が改まって人の子がその栄光の座につく時私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。はい。世が改まってって何で どういうい意味ですかこれは「回復の時が来た」という万物が新しくなった状態千年王国です。だから千年王国が成就してキリストが王として栄光の座につく時にイスラエルの十二使徒イエスの弟子たち十二人の人たちは十二の座についてイスラエルの十二部族を裁くようになる。これが 千年王国が成就したときに起こる内容ですね弟子たちはこういったことを聞いていたんですでもようやく精霊が下って神の計画の全貌を理解することができるようになったんですそして私たちはペテロの第二回目のメッセージの内容を聞いて自分たちが今黙示録まで含めて学んできている終末論が ペテロのこのこメッセージと全くく調和しているということに気づくはずです。それはある前提を置いて思い込みを置いて聖書を読むとは全く違う文脈において聖書を読むとこういう真理が見えてくるという一つの例ですね。もう一つペテロの第二のメッセージの協調点これを思いつくままに 今リストアップしていいいきたいと思いま,すまあ再び言いますがこれはユダヤ人がユダヤ人に語ったメッセージですですから私たちの理解や関心の方向とは違うんだということを理解しておく必要があるでこの第2のメッセージの中心テーマは教会ではなく千年王国です驚くべきことに私が こういうメッセージを学んで分析して日本人に対する伝道に生かそうと思っていたゴールは何かというと一人でも多くの人が救われそして教会が大きくなる教会成長のために伝道メッセージを確立しようとしていたペテロの関心は全く違うんですここではペテロはユダヤ人の救いが千年王国の成就につながるというのを 強調してるんですこのメッセージではユダヤ人の救いがメシアの再臨と千年王国をもたらすんださらにペテロの協調点はユダヤ人の個人的救いではないもちろん個人個人が救われることは素晴らしいんだけどペテロはユダヤ人の民族的救いを前提に語ってるということさらにペテロは千年王国の到来を早めるためのメッセージを語ってるということです じゃあ私たち違法人にはこの箇所は全く関係がないのかそうではないこのメッセージを学んだ後の私たちのあるべき応答というのは何なのかまず私たちは初代教会からずっと続く誠のユダヤ人信者の存在に感謝をする必要がある彼らのことをレムネントっていいますね少数の誠の信者たちのことを イスラエルの残れるものあるあいいはレムネントと言います。彼らがいなければ今の教会は存在しないんですですからまずレムネントのユダヤ人たちへの感謝を思い起こしましょうさらにアブラハム契約がユダヤ的契約であることを認識しましょう違法人である私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって アブラハム契約の祝福にぎされたんですしかしアブラハム契約そのものはユダヤ的契約ですそしてその受けてはイスラエルの民ですさらにユダヤ人伝道の優位性の認識を持ちましょうメシアの再臨と千年王国の成就はユダヤ民族の救いにかかってますですからパウロは 異邦人世界に伝道に行った時もまずは街道に行ってユダヤ人に福音を語りそれから異邦人に行ったんですまずユダヤ人にそして異邦人にこの伝道の優位性の順番は今も変わりませんある人たちは今はユダヤ人伝道する必要がないって言いますなぜかというと終わりの時にユダヤ人はみんな救われるから。 今伝道する必要がないって言うんですがその人たちが忘れている重要なポイントがありますそれは今ユダヤ人が信じないで死んだら彼らは滅びに行きますだから今も伝道しなきゃいけないユダヤ人伝道っていうのは現在進行形形でであると同時に未来すこのことがとても大事なことです現在進行形であると同時に未来形です そして私たちは違法人伝道も車の両輪のようにして実行するんですユダヤ人伝道そして違法人伝道これが車の両輪です私たちが違法人伝道する理由は教会の敬虚の時を早め寄るためです違法人の救いが満ちた時に教会は天に挙げられますですからユダヤ人伝道と違法人伝道は共に 重要ですそして教会が敬拠されるときにユダヤ人伝道によって救われているユダヤ人は教会の一員ですからね彼ら地上に残されるわけじゃない彼らも一緒に天に上げられるんですそして大観難時代が始まってくるわけですねこのことを覚えたいと思います神様のご計画は守備一貫しています 日本にはユダヤ人があまりいないいいなどうやってユダヤ人伝道すすればいいのですかまずイスラエルの救いのために祈るということそれからユダヤ人伝道している団体や神学校に献金を捧げて彼らの働きを応援することまずユダヤ人に福音を伝えるという内容に対しての協力を第一優先にするということこれが私たちの使命ですね。 今週1週間も終わりの時まで神の計画は一貫してるんだということを覚えながら進んでいきたいと思います。来週は5,000人の人が救われたそれに対して圧力がかかるそれに対して初代教会がどういうふうに反応するのかこれ全部科学反応が続いていきますよ。その科学反応の連続性について学んでみたいと思います。 ではお祈りしましょう天の父なる神様ペテロの第2のメッセージの後半を学び彼が中心的に強調したのは千年王国とメシアの再臨であることを確認することができましたありがとうございますどうか私たちも同じ聖書理解に立って この厳しい時代を生き抜くことができますように導いてください。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。短く祈りましょう。